千葉県立木更津高等学校は、千葉県木更津市文京4丁目に所在する公立の高等学校。略称は、木高。1899年に一府県一校以上の中学校設置が義務付けられ、桜中学、千葉中学に続き、鳴門中学と共に、千葉県で3番目の旧数佐国では、初めての県立中学として設立され、1948年の 学生改革により、新生高等学校となった。校則は存在するが自由な校風で、最低限のマナーやルールを守ることが求められる。生徒が中心となって行う、木高祭りは毎年6月に開催され、文化祭及び体育祭がセットになって行われて、いたが2011年より、体育祭が9月に移行。通学区は、第9学区であり、第1学区、第7学区、 第8学区からの入学も可能。現在歌われている校歌は、1917年に土井万水により作詞、1919年に広田龍太郎により作曲された木更津中学校校歌が元になっているが、これは戦後土井により歌詞が改定されたものである。男女共に2019年度から夏季・冬季の服装の区別が廃止された。 毎年6月中旬に行われる学園祭。各クラスと文化系部活動による出展が行われている。開会式と同日に歌コンも開催される。各クラスでクラス T シャツを作成することが慣例となっている。以前は文化の部、体育の部の大きく2つに分かれ、文化の部がいわゆる文化祭、体育の部がいわゆる体育祭であった。 2011年度より体育の部が9月に移行。それに伴い文化の部と体育の部は別行事となり、現在ではそれぞれ木高祭り、体育大会とされている。毎年9月下旬に行われる。2日間かけて行われ、1日目が体育祭、2日目が球技大会である。各クラスごとに4色に分けられる。日程中は、 木高祭寺に作成したクラス T シャツを各クラス着ることが通例であるが規定ではない。以前は体育祭と球技大会は別行事であったが、2019年度より球技大会が体育祭の翌日に移行され合同行事となり、それにあたって名称も体育大会に統一された。JR 東日本内房線木更津駅、徒歩15分。ありがとうございます。